なんか釣れた。生後カニのワームです。カニのワームでグラブで生後が釣れました。カニ食べるんですね。わかりました。うわ、何これ、コトヒキ、シマイサキですね。今度はハゼです。クロダイです。写真撮らせてね。よいしょ。一応クロダイっぽいですね。ヒビリが混じってるかな。赤ちゃんですね。なんか釣れてます。
世代だ。今日初めてのヘダイです。ヘダイ。顎にかかってます。なにこれ、重た。潜られたかな。お、ヘダイ。潜られた。一瞬潜られました。釣れてます。ヘダイか、ヘダイかな、ヘダイだな。よいしょ、ヘダイです。これもヘダイかな。切れた、切れちゃった、あ、切れちゃった、取れちゃった、あバレました、逃げてかれました。これもヘダイかな。ヘダイです。
軽い。5.4 ですね。もう一番軽いやつをいろいろ調べて。100グラムぐらいしかないです。あれかな。ダイワの清流 X、高調固めの、そうですね、はい。7.2 とか使ってたんですけど、重くってね、軽いのも売ってるんですけど、3万ぐらいするんですよ。普通に。軽くてもでも150グラムぐらいですかね。これが 100g ぐらいなんで 1.5 倍。 100? 100ですね。これは軽いの、一番軽いやつをいろいろ調べて、高いって言えば1万ちょっとですけど、天気押しやつもとってるよ、はい、あれが150だから20ぐらいなのかな。結構ね、カーボンのあれに強さにこだわってるみたいで、結構耐えるっていうか、45センチの黒ダイも釣り上げれますもんね。アイコリールなしであげちゃうやの、楽でいいわ。そうそう、軽いんでね。だからいろいろ試したんですけどね、もうこれに落ち着いたような感じですね。どこの顔？あ、ダイワです。はい、一番軽いやつを教えてって言って、まあ下手に釣りした方がいいな、これは。たまに黒ダイ混じりますからね。
ぐらいです。